こんにちは。セブンスデイアドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。それでは聖書研究ガイドに入りたいと思います。最初にお祈りをいたします。天の神様、ただいまから聖書研究ガイドを通して私たちに神様の御心を教えていただきたいと存じます。どうぞ私たちによくわかりますように、あなた様がその必要を満たしてください。また司会する者の唇をお清めくださって、語るべきものを語らせ、語ってはならないものを語らないように清く守り、豊かに用いてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。今週は第10課、垂れ幕を通って道を開かれるイエスです。今週のテーマ、イエス様の復活と昇天をその目で見た当時の弟子たちにとっては、天上の世界と地上の世界はともともにリアルな現実となりました。弟子たちはこの二つの世界の中で救いの確信に満たされ、そして大胆に神様に近づき、主と共に生かされることができました。今週は天上でのイエス様のご奉仕を学びながら、現在地上に生きる私たちが救われた者として、主と共に生きる信仰の確信を得ていきたいと思います。日曜日、父なる神の御前に出るイエス。ヘブライ人への手紙9章24節を読みします。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない、人間の手で作られた聖女にではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。古代イスラエルの人々は年に3度捧げ物を持ってエルサレムに登りました。杉越祭、五旬祭、カリオ祭です。彼らはその都度捧げ物を持って神様の前に訪れ、神様に正しいものと認められ、神様の好意を得ることができました。また助けを求めることもできました。杉越祭、五旬祭、カリオ祭、それぞれの意味は、杉越祭は出エジプトの出来事、救いの記念日です。五旬祭は収穫のお祝い、そしてカリオ祭は荒野での旅での神様の守りを祝うものでした。この三つの祭りとイエス様との関係ですけれども、杉越祭、その準備の日にイエス様は十字架におかかりになりました。誠の犠牲となられたのです。五旬祭はペンテコステの日、イエス様によって聖霊が豊かに注がれ、聖霊の神様の時代が到来します。世界中の人々がイエス様の救いを受け取る収穫の時代を迎えます。カリオ祭についてはテキストの木曜日ではまだ実現していない事柄、イエス様のご再臨の後、天のふるさとで主と共に住むということを表していると説明がなされています。ただし別の考え方もあります。それはカリオ祭がちょうど杉越祭の
半年前に行われるということで、それはイエス様の生まれた日を表しているのではないかと考える人々もいます。一部のメシアニック Jew、 イエス様を信じるユダヤ人の方々は、イエス様の誕生はカリオの祭りの頃であったとして、この祭りを主のご降誕を覚えてお祝いをします。まあ、イエス様が公に宣教を開始されたのが、ルカによる福音書の3章の23節によりますと、30歳その誕生日の頃であったろうと、まあ、考えられます。そしてお亡くなりになったのが杉越の祭りの直前です。ダニエル書9章の27節によれば、イエス様が宣教を始められた3年半後にメシアは立たれます。まあ、要するに33年と半年でイエス様は十字架につかれました。逆算すると、イエス様のお誕生はちょうど杉越祭の半年前、ちょうどカリオの祭りの頃であったのだろうと考えるのです。そして、ヨハネによる福音書1章の14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。この宿られたは天幕を張るという意味です。ですから、カリオを表しているのではないかと考えるのです。まあ、いずれにしましても、これら3つの祭りはあくまでも型であって、その本体、実態はイエス様にあったということです。イエス様ご自身の犠牲、イエス様がなしてくださる聖霊の神様の注ぎ、イエス様と共に住む天の都、もしくはイエス様のお誕生。補足としてガイドは、杉越祭の後、初穂としての傷のない収穫物が捧げられていたことにも触れています。これはイエス様が3日目によみがえってマリアと遭遇した後、一旦天に昇ってご自身の犠牲を父なる神様の前に承認を受けたことを表しているのだとしています。ということは、イエス様が神様の御前に私たちの代わりに出てくださり、そして私たちはもはや型の中に生きているのではなくて、イエス様が実際に行ってくださった、行ってくださっている実態の中に生かされているということになります。私たちは今もイエス様が天上でことをなしてくださっている、そのリアルな現実の中で信仰の歩みを続けていることができるのです。月曜日、神の招き、ヘブライ人への手紙12章の18節から21節お読みいたします。あなた方は手で触れることができるものや、燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではありません。彼らはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、
モーセすら私は怯え震えていると言ったほどです。シナイ山でのイスラエルの民は神様を恐れて神様に近づくことを拒みました。これは神様の願っていたことではありませんでした。神様がイスラエルの民をエジプトから救い出されたのは、神様が彼らと個人的な親しい関係に入る、そのことを願われたからです。エデンの園で罪を犯したアダムとエバの最初の反応も、神様から身を隠すことでした。神様の愛と救いの確かさを疑う、この傾向は罪人の傾向です。またそれはサタンの惑わしでもあるのです。しかし、イエス様の贖いによって義とされた私たちはそうではありません。イエス様の贖いと取りなしによって、私たちは今や神様との親しき交わりに入るため、義とされています。神様はそのことを何よりも望んでおられるのです。そのことをパウロは語っているのです。火曜日、幕の必要。明日、水曜日では、私たちが神様に近づくために、イエス様自らが聖女の垂れ幕となってくださったということを学びます。まあ、そのことをより深く理解するために、この火曜日では前もって、そもそも垂れ幕とは何のために作られたのかということを学びます。天幕の聖女には3種類の幕がありました。聖女の庭を囲む幕、聖女の入り口の幕、そして聖女と至聖女を分ける幕です。これらの幕の作られた目的は何だったでしょうか。それは聖と俗を区別するためのものでした。旧約聖書のレビ記16章の1節2節、アロンの2人の息子が主の御前に近づいて死を招いた事件の直後、主はモーセに仰せになった。主はモーセに言われた。あなたの兄アロンに告げなさい。決められた時以外に垂れ幕の奥の至聖所に入り、契約の箱の上にある贖いの座に近づいて死を招かないように、私は贖いの座の上に雲のうちに現れるからである。アロンの子のナラブとアビブは規定に反した炭火を香炉に入れて、それを主の御前に捧げました。そこで彼らは立たれたのです。彼らは神様を侮り、不敬虔な態度を持ってその幕屋の奉仕に当たったのです。エレン・ホワイトはこの箇所の説明として、人類の曙の上巻246ページで次のように述べています。戒めから離れ、世俗のものと神聖なものとを区別しないものに神は呪いを宣告しておられる。神は預言者によってこう宣言なさる。災いなるから、彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暮らしとする。災いなるから、彼らは己を見て賢しとし、自ら顧みて悟しとする。彼らは賄いによって悪しき者を義とし、
義人からその義を奪う。彼らは万軍の主の律法を捨て、イスラエルの聖女の言葉を侮った。誰も自分を欺いて神の戒めの一部は不必要であるとか、神はご自分の要求なさることの代わりのものでもお受けになるとか考えてはならない。預言者エレミアは、主が命じられたのでなければ誰が命じてそのことのなったことがあるかと言った。神は御言葉の中に、人がその好みに従って服従してもしなくても結果は同じだというような命令は一つもしておられない。もし人間が厳格な従順以外の道を選ぶなら、その終わりはついに死に至る道となるのである。エレン・ホワイトのこの言葉が厳しすぎると聞こえてしまうところに、現代社会の堕落があるのではないかと思われます。終わりの時代の特徴の一つは、区別がなくなるということです。善と悪の区別、生と邪、生と俗の区別、創造主と被造物との区別、男女子弟の区別、親子の区別、公と私の区別、何よりも誠の神様と偶像の神々の区別が失われます。神様の秩序、神様の国の原理原則、神様の愛の律法は区別によって成立してゆきます。これらは永遠の昔から永遠の未来にわたって決して変わることはありません。全うされなければなりません。これが善と悪、大相当のテーマでもあるのです。水曜日、幕を通って入る新しい生きた道。ヘブライ人への手紙の10章の19節から22節を読みします。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。古代イスラエルの聖女、幕屋の儀式の大きな目的、主なる役割は、出エジプト記の25章8節に書かれています。私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むであろう。神様が私たちと共に住んでくださる。民が聖なる民となり、神様が民の神様となって共に住んでくださる。そのことを目的として建てられたのがこの聖女、幕屋の儀式でした。そこでは民たちの罪が許され、民は義とされ、神様の律法を学ぶことができました。ただしそれらは本体ではありませんでした。それは来たるべき救い主が成し遂げてくださることの型でした。そしてついに本体であられる
イエス様が幕屋の儀式に沿って救いの御業を行ってくださいました。犠牲の捧げ物はイエス様ご自身でした。イエス様の流された血によって、裂かれた肉によって、身代わりの償いによって、罪人である私たちが義なる民として迎えられ、俗なる私たちが聖なる国民として迎えられるのです。それは本体であられる救い主イエス様が成し遂げてくださったことによるのでした。それは実体であり客観的な歴史的事実なのです。有名なお話ですが、マルチン・ルターが宗教改革の運動を進めていた時に、彼にサタンが現れたそうです。そしてこのように訴えました。お前は宗教改革者ぶって偉そうなことを言っているけれども、俺はお前の弱みを全部知っている。罪を知っている。お前は嘘つきで弱虫でだらしがないと、ルターの罪を、その欠点をリストアップしたそうです。ルターは、そうだそうだ、お前の言うことはみんな本当だとうなずきながら、最後に赤インクでそれらに全部バツ印を書き込んだ上、ヨハネ第一の手紙一章の七節の一部を書いて、サタンを退散させたそうです。その聖句が、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。私たちも同様にして、サタンの訴えから逃れ、サタンを追い払うことができます。イエス様の血は私たちのあらゆる罪を清めてくださるのです。また天におられるイエス様はお約束通り私たちに聖霊の神様を送ってくださいます。そのことによって私たちの心に住んでくださいます。聖霊の神様によって芽生えた新しい命、永遠の命は、神様の律法を憧れる、そのような思いを私たちに与えてくださいます。そしてその憧れを神様は実現に至らせてくださるのです。それもまた天におられるイエス様の客観的現実的なお働きなのです。木曜日、彼らは主の御顔を見る、ヘブライ人への手紙の12章の22節から24節を読みします。しかしあなた方が近づいたのは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です。イエス様を信じる者はやがて天のふるさとにおいて神様と共に集うことが許されています。ただしそれらは望んでいる事柄であり、まだ見ていないことでもあります。ところがパウロはそれをまるで現在体験しているかのような文法で書いています。パウロにとってそれがあまりにもリアルなこと、現実的なこと、確実な事柄であったからなのでしょう。なぜならそれらの約束はイエス様の歴史的な事実、
その全うされた確かな歩みに基づいて約束されたことだからです。ノーベル医学生理学賞を受賞した本庄佑京大の名誉教授がノーベル賞の受賞の記者会見で次のようにお話しされたそうです。何事も簡単に信じてはいけない。科学誌のネイチャーやサイエンスに出ている論文の9割は嘘で、10年経ったら残って1割だ。人の考え出した思想や仮説は、たとえ有名な科学雑誌に載っていても、それがどんなに狭き門であったとしても、結果はあまり当てにならないということらしいのです。そこで重要なのはファクト、事実です。歴史的な事実、実際に行われた出来事、客観的な事実に基づくイエス・キリストの行為は、私たちを決して裏切ることはありません。イエス・キリスト様の事実は、私たちの信仰の確かな怒りなのです。それでは黙祷を持って終わりにいたしましょう。